くみみ。皆さんこんにちは、ムンです。さあちょっとね、間空いてしまいましたけれども、フォールアウト4やっていこうと思います。さあ今ね、プリル園に来ておりますが、前回ですね、何でしたっけ、なんかあの小さい核弾頭みたいなやつね何でしたっけねあれをね、確保しに行けということで、無事ね確保しましたので、あ、ごめんなさい、これですね、エルダーマクソンに、その報告に行くところです。さてと、ちょっとね相変わらずこのちょっとマウスの動きが変なんですけれども、もしエルダーマクソンから地獄の、まあちょっと変ではあるんですが、やっていきたいと思います。さあ話してみましょう。ストロングトリデでの働きは見事であった兵士よ。こっち向いた話しなさいよ失礼ですね。インスティチュートではなかった。実に残念だが、あれはインスティチュートではなかった。案ずるな、ライトよ。思ったよりも早く奴らを処理できそうだ。インスティチュートを屈服させるためなら、使える武器は何でも使わねばならん。我が兵士には最良のものを支給したい。故にこれを君に託そう。シグナルグレネードを使えば、空の足が必要になった時に君のいる地点にベルチバードを呼べるのだ。おお。ただ地面に投げるだけでいい。放たれた電磁気スモークをベルチバードが捕捉する。乗り込んだらピップボーイのマップをパイロットの航行システムとリンクさせたまえ。そうすればどこへでも必要な場所に連れて行ってくれるだろう。なるほど。まあこれはとりあえず、まあ素直にありがとうと言っておきましょう。ありがとうエルダー、大切に使わせてもらうよ。君ならきっと役立ててくれるだろう。ところで君も気づいていると思うが、ほう、ストロングトリデは連邦解放につながる最初の一歩に過ぎない。行く手にはさらに大きな任務が待ち構えている。そろそろ君も気づいていることだろう。我々が連邦に到達したのは偶然ではないことに。ここに来たのはパラディンダンスの偵察チームが記録した他に類を見ないエネルギー数値のためだ、うん、スクライブたちによればこの数値はインスティチュートにしか達し得ないレベルのテクノロジーの存在を指し示している。この情報が明るみに出たその瞬間、我らがなすべきことがはっきりと見えたのだ。インスティチュートおよび人造人間誕生の原因となった全ての者たちを取り除かなくてはならぬ。いからぬ犠牲を払ってもだ。目的を果たすにはインスティチュートの本部の位置をつかむ必要がある。スクライブたちには慎重を期しつつ連邦中を調査させていたが、全ては無駄足に終わっていた。手がかりなしなのか。こうしたテクノロジーの全てを思うままに使いながら、スクライブは奴ら全員の居所を発見できないのか。インスティチュートは何年にもわたりギリギリのところで姿を隠しおおせていた。しかし発見するのは時間の問題だ。地上に出て我らの目と耳になってもらいたい。私に会う前から君はインスティチュートを見つけ出すことに強い関心を寄せていたようだ、うん、そんな君なら正しく当たりをつけてくれることと信じている。侵入場所を発見したら直ちに私に知らせてくれたまえ。何か質問はあるかね、ナイトよ。エネルギー数値について。パラディンダンスの偵察チームが発見したその不思議なエネルギー数値だが、何かテレポートに関係がある可能性は。インスティチュートが抱え込んだテクノロジーのレベルは我らの想像を超えている。確かなことは言えない。しかしそれならば数値がこうもランダムですぐに消失するのも説明がつく。より詳しく知るため解析技術の改良に集中するようスクライブたちに命じておこう。他に尋ねたいことはないとよ。そうですね、インスティチュートの記録は戦争前のもので、インスティチュートに関して何か助けになりそうな記録はないのか。記録によればインスティチュートは戦前の教育施設 CIT の生き残りから派生したものらしい。施設の残骸はシティの中央にある。もっとも
すでに徹底的に調べ尽くしたが、かなり以前から放棄されたままのようだ。痕跡はそこで途絶えているのだよ。他に何かあるかね、ナイトよ。提案はある？次はどこを見ればいい？何か提案は？君がドクターアマリに出会ったことは実に有益だったと思う。もしインスティチュートが人造人間をテレポートさせるだけの力があるなら、我らの戦いは尋常ならざる事態に直面する。テレポート信号と接触する方法がきっとあるはずだ。あるいは君が輝きの海で見つけた謎の手がかりが答えを与えてくれるやもしれぬ。あの見捨てられた土地に残る放射線を軽減するのに何か手助けが必要なら、プロクター・ティーガンと話してくれ。きっと喜んで助けてくれるだろう。了解。今は特にない、エルダ。なら結構、解散としよう。さあ、まあとりあえずですね、システムデルタは 100%、 補助デルタは待機中。まあインスティチュートのその手がかりとかですね、まあ見つけたら知らせてくれって言ってましたけど、今のところ教えるかどうかは分かりません。まあね、なんとなくね、まあ信用しきってるわけでもないのでね、この人たちもね。さてと、さあクエストをちょっと進めたいところですが、これか、これですよね。輝きの海でバージルを見つける、これか。マップはどこ、これ。うわ、なんかずいぶんだね。あー、じゃあちょっと、荷物とかちょっと初めて全然見てないんですけど、それ確認して、ここは、あ、OK。こっからじゃあ、ファーストトラベルして、こっから行ってみましょうかね。ウェスティング不動産から。はい。ちょっと荷物整理してまいります。さあ、荷物整理も、してきましたので、向かいましょう。ちなみにですね、ちょっとパワーマンもね、この色をね、なんか変えられるのがあったんで、こんなのにしてみました。まあこれしかなかったんでね、ちょっと赤になって目立つんですけれども、あとちょっと武器の方もね、手に入れたのがあって、アサルトライフルをちょっと使ってみます。まだね、撃ってないんで、どのぐらいの威力かわかんないんですけど、あんま強くはないんですが、まあ、おそらくね、フルオートだと思うんで、あれぶら下がってるということは、あ、フルオートじゃなかったですね。ちょっと待って。やばいのがいる。やばい、あれ、爆発するな。ちょっと待って。まずい。ちょっと待って、あれ撃たないと。あぶねえ。パワー巻きてなかったらやばかったな。強いな、やっぱり。てか、アサルトライフル破綻で、よいしょ。
とすげえ上の方から来てるな。この距離で届くかな。ちょっと命中率悪いかな。てか足壊れてるじゃんもう嘘でしょ。これだと当たんないかな。あれ硬いねあの人。どうしようかな。硬いね。オッケー。ケイトね体力ないんですよね。これベルチバードかな。ケイトねすぐやられちゃうから。間違った、取んなくていいもの取っちゃったな。まあいいか、体力回復しておいて。さあちょっとこの中はちょっとあんまり見て回らないでいこうかな。うん、とりあえず輝きの海に行ってみようと思います。ちょっと待って危ね危ね相変わらず全然見てないっていう罠にね引っかかりまくるんですけれども。さあこっからね右に行って橋渡っていけば敵のセンサー読み取りを検知、インスティチュートの命令によって殺さなければ。インスティチュート、マジで。ちょっとマウス足んない、マウス足んない。やめて、来ないで。やめて、来ないで。OK。やられたのかい、ケイト。怖い怖い。あ、ピストルいらないんだな。ケイト。おい。きっとその価値があるよ。もう。あなたやられすぎだから。あーすごいやられてるじゃないか、スカベンジャー。よし、あこの辺いらないな可愛いね運転席にね。よしと思ったらこっから行けないんじゃないのこれ。あーちょこっと水使っちゃうけどいいか、行こう。よいしょ、 OK。 よいしょ、よし行こう。よし、川を渡りました。こっからちょっとあるのかな。さてさてちょっとパワーマン壊れてんだけど大丈夫かな右足なのか左足なのかわかんないですけど、ちょっと片方の足が壊れちゃってるけどな。そういえばですね、あれですね、ちょっとね、まあ1週間ぐらいですけど、ちょっとね、動画のアップの方をね、お休みしてました。まあ、ちょっとね、仕事の関係で少しね、そっちに時間取られたというか、まあ、ちょっとあんまりゲームをね、やる気にならなかったというか、まあ、ちょっとモチベーションがちょっと下がっちゃってたんですけど、すげえいるな。どこだどこだ、ちょっと待って、あれの音するな、またどこにいる、あのピッ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 、来た来た、オッケーオッケー。あの赤いとこ撃ったら
大丈夫なんですよね。大丈夫というか爆発するんですよね。それをねつい最近知りました。何あれ、あ、BOS か、びっくりした。撃つとこだった。倒れろ。ちょっとあれだな、壊れちゃったな。直しに行った方がいいかな。これちょっとまずい気がしますね。どこにいる？あ、いたいたいた。行け BOS。オッケー。なんで燃えてんの？まずい。ちょっ、あ、ごめん、あーごめん。あーごめんなさい。ちょっと直しに行った方がいい気がするな。放射能の影響を受けそうですよね、輝きの海で。大丈夫かな。とりあえず行ってみるか。どっちだ。こっち方面だ。いや、ジャンプして。オッケー。そう、まあそんなわけでね、ちょっとお休みさせていただいたんですけれどもね。まあちょっとモチベーションが下がってたのもあり、ちょっとバトルフィールド4をちょっと無償にやりたくなったっていうのもあって、まあちょっとバトルフィールド4の方をねやらせていただきました。あんまりねちょっとモチベーション下がった状態でね、なんか取らなきゃみたいな感じでやると、少しね皆さんにね、その私のね気持ちというかね、そういうのが伝わってしまうのが嫌だったんで、やっぱやりたい時にねやる方がやっぱ私もねやってて楽しいですし、見てる方もねそれが伝わるかなっていう気はするので。そうそう、するので、まあちょっとね誠に勝手ながらお休みというふうにさせていただきました。なんか復活っていうか回復してるね、あれなんで？うわ、めっちゃいるな、グール。やっぱりちょっと壊れてるせいか、放射能の影響を受けてる気がするんですけど、大丈夫かな、これ。いや、すごい色だな。霞んでるっていうか、よどんでるっていうか、もう、空気が汚れてるっていう感じの色ですね。おっと、蚊がいるぞ。あれ、なんか強くないか。やべ、いる、すげえいる。うわ、なんか強いな。ちょっと待って、羽じゃないけど当たんないかな。ちょっと待って、ちょっと強いな。強いな。ちょっとケイトショットガンを上げてるんだから、ショットガンで倒してよ。もうちょっと、何今度グール、体力まだ大丈夫？ OK。 足が当たれば怖くはない。はあ、これ結構しんどいな。蚊がめっちゃ強かったぞ。大丈夫かなこれ。よし、行くぞ。ちょっとしんどいですね。いや、ほんとなんかめちゃめちゃこのなんか土地が終わってますね、これ。やばいな、ここ。
さて、あとなんか他にいる？なんかこんな土地でこうなんか生き残ってる生物はなんかめっちゃ強くなってんじゃないの？なんか蚊がやたら強かったけど、ここのコンテナとか、あ、なんか金庫あるぞ。開いてる。ケイトさんがいるからね、金庫開けてもらえるんですけど。ちょっと待って、ちょっと待って、デスクローってさ、ちょっと待ってよ、ちょっと、ちょっと待って、やばいよこれ、ちょっと待って、やばい、やばい、せめて早く一体を、いけ、オッケー、やばい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 、ちょっと待て、ちょっと待て、痛い痛い、完全に完全にイカれた、スーツがイカれた、ちょっとケイド助けて、よいしょ、弱点がどこだか分かんないけど、とりあえず頭ひるんだひるんだ、痛い、怖い、痛い、ゆー、あともうちょい、いける、オッケー、くわー、あー、マジか、やばかった、はぁ、っていうかケイト、その格好でここにいて大丈夫か？ケイトどこ？それ荷物重いって、ケイト、あ、いた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 、けど大丈夫？なんかいきなりグールになったりしない？おい、え、もちろん手に入って嬉しい、つまりあんたのために。あ、そういえばあのケイトさんとですね、かなり関係が良好になっております。関係がね、すごい良好なんですよ、今。なんか、こう、なんていうんですか、有効度みたいなのが、こう、上がると、なんかこう、その人の、例えば今だったらケイトさん、ケイトさんのなんか過去とかをね、なんか全部話してくれたりするんですけど、なんかね、その話が終わるとなんか口説くっていう選ぶ項目が出てくるんですよね。で、そこまで多分だから言うことがマックスになったと思うんですけど、すごいね、心開いてくれてますよ、ケイトさんね。あのハエも強いんじゃないのか、もしかして。やっとくか、ちょっと怖いからな、当たるかな、当たんないや。お、すげえいっぱいいない？ちょっと待って、当たって頼むから、当たれば一発だわ。オッケー、危ない、頼む、当たって、オッケー、ケイトショットガンなんだから。オッケー、嘘つけー。いや、ちょっとデスクロいたからな、まさか倒せると思ってなかったですけどね、正直。絶対やられると思ってました。このアサルトライフル、そんなに攻撃力高くないんですけど、結構やっぱ弾数が多いから使えますね。ちょっと強化はしたんですけど、さあ、まだちょっとそろそろつい、サソリか、あ、伝説、え、ちょっと待って、でも発光ラットとかってなんかすげえ強いんじゃなかった？なんかあのレールロードをたどれとかいう時に出てきたやつじゃないのこれ。やだ、やめて、マジでやめて。あ、ここ破面じゃないか、
あ、ないや。狙え。その、そこが弱点な気がするけど。ケイト大丈夫か？絶対すぐやられるんだろ、お前。と言ってと、硬いな、しかし、これ。あ、どっか行ったよ。潜ったな。どこ行った？ここ、ここ。ここ弱点っぽい気がするんだけどな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。ちょっと強いのに変えよう。これ、硬すぎる。ダメージソーとして、ショットガンはちょっときついな。これだな。行くぞ。なんかあいつ固まってんぞ。これ効いてんじゃないの？いや、やめて、やめて。ここには来れまい。あ、潜った。ケイト、ちょっと。どこ行った？どこ行った？どこ行った？マジでどこ行った？来た。これ、これを潰せ。どうした？リロード？倒してないかな？あともうちょいだね。オッケー。やったー、伝説倒した。来た来たと思ったけど、なんかですね、そう、私もちょっと強い武器を求めて、伝説のっていうね、つくやつをね、倒したくて、いろいろサブクエストみたいなのやったんですけど、もうね、結構たくさん出会って倒したんですけどね、アーマーばっかりなんですよね。武器がひるんだか、この野郎。痛い痛い痛いわ。まったくもう、そう、武器が欲しいんですけど、武器が全然出てこないんですよ。なんかあるな、あそこに。見てこう、見てこう、もう。やけくそですよ。あ、それで、すいません、何気なく始めちゃったんですけど、ここにね、来る前、サンクチュアリで、荷物整理して行きまーす、してから行きまーすって言った後に、続けてね、そのまま通る予定だったんですけど、ちょっとね、できなくなっちゃったんで、今、日を改めて、ちょっとその後は、これやってるんですね。はい。で、今回は、マウスは、ちゃんとできてます。変な動きはしてないので、すごくやりやすいんですが、多分ですけど、原因が分かった気がします。はい、でやっぱりこの、マウスの変な動きしないようにするにはちょっとですね、生放送では無理っぽいんですよ。実はね、ディスプレイをデュアルディスプレイでやるとマウスの動きが変になるんじゃないかっていう、気がしてます。今ね、一つのディスプレイで録画してるんですよ。で、録画するときもちょっとね、私の声は別で録音してるんですよね。別のソフトを使って声だけ録音してて、で、録画の方はシャドープレイといって、まあ、グラフィックボードの機能を使って、録画してるんですけども、そう、で、録画の時もデュアルディスプレイでやってたんですが、今ね、1枚のディスプレイでやってるんです。そしたらね、普通にできましたね。なんかこれなんじゃないかって気がしてます。なので、ちょっとね、生放送は、もうちょっと今後、フォールアウトの方は、やらないかもしれません。ちょっとあまりにもやりにくいので。はい。まあ、ということで、ちょっとね、もし生放送やってほしいなと思っていたね、方がいらっしゃったら、と申し訳ございません。はい。今後は、ちょっと生放送はなし。で、考えております。はい。さあ、そしてなんか見つけました。ここなんでしょうか。とりあえず入ってみましょう。なんか人がいるような気がするんで。
いますね。なんかうなだれてるけど、ハゲ茶瓶のハゲ散らかしてる人が、散らかってないけど分離が平和をもたらしますように。うん、髪細いよねやっぱりね。うん、ブラザーボードさんね、すいませんね、出会っていきなり失礼な発言をしてますけど。早く移動しないと大きくなってしまう。ここじゃないの？どこ？ここ何なの？何これ？なんかあがめてるけど。偉大な分離から逃げられる者はいない。アトム？あなたたちこんな放射能め、あなたを導かんこと。宗教団体だなこれ絶対。え、大丈夫なの？そこの者、止まりなさい。はい。あなたはアトムの聖なる地に近づいた。なぜ？目的を言うか、彼の目により分離されなさい。分離されなさい。嫌です。聖なる地？聖なる地？アトム、どうなっているんだ？アトムはこの世界に手を伸ばして触れ、その光をもたらす。それは彼の約束として今日まで続いている。分離を通した無限の世界だ。イカれてるとか言いたいけど、まあやっぱりね、ちゃんと相手のことはね、尊重したいので、ここはと聞きましょう。この場所は？ここはアトムそのもののために集まる場所。ここに来るまで生き延びたことに驚いているわ。うん、それはこっちもびっくりですね。危険はない。危険はないと誓うよ。ここまで来る人はそういない。よくやったわ。しばらくいてもいいわよ。でも見張ってるわ。暴力は許されない。ちょっと見張られるのは嫌なんだよな。今は大丈夫か？話って？あ、この放射性物質の中をどうやってっていうのはすごい気になりますよね。聞いてみましょう。この放射性物質の中をどうやって生き延びた？それはアトム独自の贈り物で、真の信者にのみ与えられるものよ。彼を崇拝するために傷つけられることのない場所へ私たちを連れて行った。彼の言葉を他の人々に広められるように。これが使命よ。アトムのメッセージを彼の言葉に耳を貸さない世界に伝えること。アトムの力をみんなに示すこと。うん。今は大丈夫か？話って？ごめんなさい、よくわからなかったです。バージルさんのことを知らないかな？バージルという名前の人を探している。彼に会ったか？うん、彼なら知っている。彼に何をしてほしいの？個人的なことだ。これは俺の問題でお前には関係ない。彼は輝きの海に来てアトムの避難所を探していた。これは私の問題よ。意図を言いなさい。彼に何をしてほしいの？情報が必要なんです。ただ彼から情報が必要なだけだ。わかったわ。実を言うと、このバージルが問題になっているの。彼の存在がアトムへの侮辱だと感じる者がいるのよ。え？彼は時々交換に来るけど、その他ではほとんど接触をしない。彼は放っておいてほしいと思っているのが明らかだからよ。クレーターの南西、洞窟の中にいる。もし私なら注意して近づくわ。客人を迎えたくないように見えるからよ。ありがとう、場所を教えてくれた。ちょっとラットアウェイを打った方がいいかな。あ、ラットアウェイ分かんなかった。打たなくてよかったかな。あとは水をちょっと飲んで、南西はどっち？こっちかな。よし、じゃあ行こう。バージルさんはどこにいるんだ？南西だって言ってたね。どこにいるんだじゃないね。よし。よいしょ。よいしょ。ちょっとケツがでかいから、なかなか、ああいう狭いところは。すごい。こんなところまで。でもよくこの人も、ここまで生き延びてこられましたよね。
すごいところだけどな。こっちパワーアーマー着てこのあれ様なのにめっちゃ強い人なんじゃないの。あ、ここかな、ここだ。また、あれ倒した方がいい。ちょっと無視して入っていきたいと思います。怖いんだけど。タレットがあるけど、これ撃たれない？撃たれちゃう？大丈夫？これはどういう判断をしてるんでしょうね。あ、大丈夫だ。攻撃はしてこない。待て。ゆっくり動け。いきなり動くな。インスティチュートから来たのは分かってる。ケロックはどこだ？こっちに気を取られている隙にこっそり近づこうとしているのか。そうはいかないぞ。こっちもバカじゃない。誰かが送り込まれるのは分かってた。ていうか、スーパーミュータントじゃん。バージルか？バージルか？分かってるんだろう。ここで何をしている？助けが必要だ。助けが必要だ。私の助け？インスティチュート。俺はインスティチュートの情報を探しているだけの普通の男だ。インスティチュートということは彼らが送り込んだんだな。ケロッグの仲間か？違うんですよ。始末した。ケロッグは始末した。死んだ？彼は死んだのか？嘘をつくな。信じられない？そんなに信じられないか？ああ、ケロッグは残虐だった。インスティチュートが長年汚れ仕事に使ってきたのには理由がある。彼が送り込まれるのは分かっていた。その準備もしようとした。だが未だにうまくいったのか自信がない。そうなのか、君が彼を殺したとね。それなら君の望みは何なんだ？ちょっとこの選択肢難しいな。あなたは逃げ出した。ちょっとなぜ去ったは怖いんで。あなたは逃げ出した。元はあそこに属していて、逃げ出したことは知っている。奴らはあんたを殺すためにケロックを送り込んだ。なんでそんなことを知ってるんだ。いや、どうでもいい。戻る気はない。戻れないんだ。私を見ろ。そもそもなぜここにいる。望みは何だ。落ち着けって言いたいとこだけど、インスティチュートのこと。インスティチュートについて何でもいいから教えてくれ。中に入らなければならない。うん？冗談を言ってるのか。インスティチュートの中に入りたい。正気なのか。まず不可能だという話は別にして、たとえ成功したとしてもほぼ確実に秒殺されるぞ。一体どんな理由でそんなリスクを取ろうとするんだ。この人はインスティチュートの仲間だった人だから多分知ってますよね。だから息子って正直に言った方がいいと思いますね。息子を見つけたいんだ。インスティチュートに誘拐された。それは全くわからない。え、申し訳ない。ああ、インスティチュートは過去に連邦から人を連れてきたことがあった。息子さんがその一人ならあそこに入りたいというのも理解できる。手伝えるが、代わりに欲しいものがある。ん？なんだ？何が望みだって言いたいとこだけど、手伝ってあげましょう。じゃないとね、情報ももらえないんで。
手伝ってくれればこちらも手伝おう。分かった。手伝うならやってもらいたいことがある。あそこを出る羽目になる前、私はこの突然変異を逆行させる血清の研究をしていた。あれがあれば正常に戻れるかもしれない。わかるか。だからあそこに入れたら私のオフィスでそれを見つけてここに持ってきてもらいたい。君を助ける見返りとして。そうだと思う。わかった。詳しい話をしよう。大事なことから話そう、うん、人造人間がインスティチュートを出入りする方法は知っているか。テレポーターだ。ああ、彼らは一種のテレポーターを使っている。これはこれは、それを知る者は多くはない。かなり厳重に守られた秘密だ。しっかり調査したようだな。一般的に分子転送装置と呼ばれている。その裏にある科学の全てを理解してはいないが、とにかくうまくいく。ある場所で非物質化し、別の場所で再物質化する。馬鹿げて聞こえるだろうが、それが現実だ。インスティチュートを出入りする唯一の方法が中継局だ。わかるか。唯一の方法なんだ。つまりそれを使うしかないってことだ。さて、インスティチュートの交差を見たことは？交差？交差？それは何だ？インスティチュートのもう一つの秘密だ。交差はインスティチュートの人造人間で、一つの目的だけに作られている。ハンターなのさ。作戦が失敗する。人造人間が行方不明になる。そんな時、交差が放たれる。連中は非常に腕が立つが、君はその相手をせねばならない。ん？なぜ？なぜ殺す必要が？わざわざ殺す必要があるのか？インスティチュートに入りたいんだろう。だからだ。彼らに中に入れてもらう切符になる。どのコーサーにも特別な機器がついていて、それがインスティチュートの中継局へ直接つながる。頭にチップが埋め込まれている。君にはそのチップが必要だ。だがそれを手に入れるには交差を見つけないと。今どこで見つけられるのか正確な場所はわからない。私を追いかけるためには送り込まなかったし、ここで待っていることが良い考えとも思えない。一匹を倒す必要があるだろう。開始地点は教えられるし、見つけるためのヒントもあげられるが、汚れ仕事をやらなければならないよ。なるほど。教えてくれ。何をすればいいのか教えてくれ。わかった。コーサーの最初の潜入地点は CIT の廃墟で、インスティチュートの真上になる。だからまずはそこを目指すんだ。さて、中継局は周辺の電磁スペクトルにかなりひどく干渉する。そのピップボーイに無線機能はついてるよな。廃墟に着いたら周波数を最低にして耳を澄ませるんだ。干渉するのが聞こえるだろう。信号に従えばコーサーのところに連れて行ってくれる。その後は殺されないようにするだけだ。嘘をつく気はない。勝ち目は低い。だがもしもやってのけたら、血清について話したことを忘れないでくれ。どうしても必要なんだ。心から探し物が見つかるよう願っているよ。勝ち目はないと言ってましたけどね。あ、じゃあ勝ち目は低いか。まあでもやるしかないですよね。まあ、ということで、まあ、今回はですね、じゃあここまでにしようと思います。左腕と左足がない走行みたいのが書かれてる。これ直しに行かなきゃですね。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。いつもね、ご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。それからですね、チャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。
それでは、よかったらですね、また次回もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良い一日を。最後までご視聴いただきありがとうございました。応援するよという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひまた見に来てくださいね。